E6系秋田新幹線のグリーン車に乗車。景色を楽しみながら乗り心地をレポートします。はい、こんにちは、吉田です。現在いますのは秋田県にあります秋田駅です。今回は秋田新幹線で運用されている E6 系のグリーン車に乗車し、盛岡まで移動をしていきます。初めて乗車する E6 系のグリーン車ですが、車内の様子や乗り心地をお伝えできればと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。動画の感想などもぜひコメント欄にてお待ちしております。それでは早速乗っていきましょう。ということで、秋田駅の構内にやってきました。緑の窓口の中にある券売機でチケットを購入していきます。まだ空席は多くあるみたいですね。今回乗車します小町42号のグリーン券を購入します。乗車券の区間をお選び、ということでチケットの購入が完了。新幹線で飲むお酒や妻へのお土産を購入し、出発の時間が迫ってきましたので改札を通過していきます。ホームに降りますと、乗車予定の小町42号東京行き E6 系新幹線がすでに停車をしています。隣のホームには八郎潟行きの大宇本線も停車しています。いやー、E6 系新幹線の先頭車両、かっこいいですね。そして、念願の E6 系のグリーン車にいよいよ乗車です。左側のこちらがグリーン車の客席。1両で22席の特別な席です。そして右側に目をやりますと、大きな荷物を置くスペースがありまして、その奥には曲線を描いて大きめのお手洗いがあります。その向かいには立ち飲みスペースではなく、もともと公衆電話が設置されていたスペースがあり、その奥には普通車の客席となっています。ではグリーン車の客席に入っていきます。利用されている方結構多いですね。一旦は着席するものの、またデッキに出まして出発を待ちます。新幹線は秋田駅を出発し、次の停車駅大曲を目指して進んでいきます。この秋田大曲間は全国の新幹線で唯一の逆走区間となっています。こちらの動画で詳しくその様子をお伝えしていますので、よろしければぜひご視聴ください。グリーン車の座席には肘掛け下にコンセントが設置されており、こちらから充電することができます。肘掛けの内側に設置されているこちらの各種ボタンは、体に近いボタンが読書灯、このように光ります。真ん中のボタンがフットレスト、このように足を浮かせることができ、文字通り足を休めることができます。そして黒いボタンはリクライニング、背もたれの位置を調整することができます。座席の前方には背面テーブル、テーブルの奥行きが少し広いように感じます。駅弁などを広げてもスペースに困らなそうですね。ちなみに今回の動画では駅弁は食べません。窓側の肘掛けからはインアームテーブルを出すことができます。テーブルを2種類使えるのはとてもリッチな気分になりますね。そんな E6 系グリーン車の座席周辺を説明している間に、新幹線は大曲駅に到着。向かいの線路には在来線の701系ですかね、大宇本線で使用される車両と秋田駅の小町号が停車をしています。先に停車をしていました秋田駅の新幹線が出発します。そして追うようにして乗車しています東京行きの新幹線も出発です。
大曲駅はスイッチバックという方法で電車が発着するため、これまで進んできた線路を戻るように走行し、途中で線路が枝分かれをすることで行き先を調整していきます。これまでは座席の向きに対して逆向きに進んできましたが、大曲駅以降は同じ方向に進んでいきます。雨が降る中ですが、自然豊かな田園風景の中を新幹線は走行していきます。秋田新幹線の秋田盛岡間は在来線の線路を走行するため、スピードは最速で130キロまでとなっています。ということで、ここからは車窓を楽しみつつお酒も楽しんでいきたいと思います。今回いただきますのはこちら、秋田杉仁ハイボールです。早速開けていきたいと思います。ではここまで見ていただいた視聴者の皆様、乾杯。おお、ほのかに杉の香りがしていて、これまでに飲んだことがないハイボールですね。杉の香りとジンの組み合わせ、意外と美味しいです。新幹線は角館駅を出発、次の停車駅田沢湖を目指して引き続き秋田県内を走行します。雨に濡れてより鮮やかに見える緑の景色を眺めながら、新幹線は引き続き走行。緑が綺麗でお酒も進みます。使用しているのが在来線の線路ということもあり、在来線の駅を通過しながら進んでいきます。そして新幹線は田沢湖駅に到着、ここで秋田駅方面に向かう新幹線と待ち合わせを行います。後から到着しました秋田方面に向かう新幹線の方が先に出発をしまして、その後こちらの東京方面に向かう新幹線も田沢湖駅を出発。次の停車駅は下車駅の盛岡です。途中の雫石駅は通過となります。新幹線はトンネルやこれまで以上に奥まった山の中を走行、奥羽山脈を越え岩手県に入っていきます。現在乗車しています秋田新幹線とほぼ同じルートの秋田市から盛岡市までを通る国道46号線と並走しながら、少しずつ景色は開けてきました。引き続き秋田杉仁ハイボールを味わいながら田園風景を眺めます。それにしてもグリーン車のこのシート、柔らかい素材でとても快適です。もう少しリクライニングすると思わず寝てしまいそうです。途中の新幹線停車駅雫石駅には止まらないこの小町42号ですが、下り新幹線との行き違いのため停車をしています。おそらく在来線のみが停車する大釜駅あたりかと思います。そして行き違いを行いまして、新幹線は再び走り出し、田園風景を駆け抜けていきます。いやー、夕暮れ時の田園風景もまた綺麗ですね。まもなく盛岡、東北新幹線、東北線、山田線、神奈川線、岩手鉄道線が止まります。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。盛岡の次は仙台に止まります。新幹線は間もなく目的地の盛岡に到着するため、少しずつ減速をしていきます。窓から見える景色もマンションなどの住宅地が多く見えるようになりました。秋田杉仁ハイボールも飲み切っていきます。秋田新幹線が盛岡駅に入線する際は、新函館北斗、新青森方面から参ります東北新幹線との連結を行うため、3度停車をした後、ドアが開きます。こちらの動画にて、盛岡での連結、切り離しの様子をお届けしていますので、よろしければこちらもぜひご覧ください。
ということで盛岡駅に到着です。ドアが開きますと秋田新幹線の区間では出ていなかったフットステップが出ていますね。東北新幹線の区間は車両とホームの間が広く空いていますので、このフットステップが出て間を埋める仕組みとなっています。新幹線はすでに連結を完了しています。今回は北海道新幹線車両の H5 系と連結をしているようです。H5 系車両はこの紫色の帯が特徴です。いやー、連結済みの新幹線の様子もかっこいいですね。もういくらでも眺めていられます。そして連結しています H5 系車両と E6 系車両はともにドアが閉まりまして出発となります。新幹線はこの後仙台、大宮、上野の順に停車し、約530キロ先の終点東京駅を目指して進んでいきます。ということで盛岡駅の改札を抜けまして、今回の乗車は以上です。今回は秋田駅から秋田新幹線のグリーン車に乗車し、盛岡まで新幹線乗車を満喫しました。乗り心地の良い E6 系グリーン車の魅力を少しでも感じ取っていただけましたら嬉しい限りです。動画投稿の励みになりますので、ぜひコメント欄にて動画の感想などいただけますと幸いです。引き続き全国の観光地、グルメ、鉄道などの情報を発信していきたいと思いますので、ぜひ高評価やチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。